はい、こんにちは、サスライポンでございます。今ね、ウエストエンドにいるんですけども、1時間ぐらいかけて回りながらちょっとおしゃれなね、カフェをね、見ていきたいと思います。それではやっていきましょう。どんなカフェが好きなの？今日のモデル、ゆきちゃんだから資格は取ったんでしょ？資格ってか、まあ学校卒業して。ハートは作れる？ハートを作れない。 木みたいなやつは。あー、葉っぱみたいな。葉っぱ、ハートが作りたいんだけど、なんか難しいんだ。私そう、葉っぱが、葉っぱ、いやでも葉っぱだけでもおしゃれだけど俺からしたら。はい、ということでですね、今歩いてるんですけども、なんか今ゆうきちゃんが気になるカフェがあるらしいので行ってるんですが、どんなやつ？ブラックスター。え、俺行ったよそれ。昨日行ったけど。昨日行った？嘘。昨日行った。あの、ブラックスターすいません、計画通り行かずですね。ウェストエンドのカフェがほとんど2時半とか3時ぐらいに普通に閉まっちゃうので、どこもオプションがないのでサウスバンクに行きます。なのでサウスバンクまで。はい、ということでですね、やってきました、サウスバンク。大体もう40分ぐらい歩いたのかな、本当に。初め歩いてからサウスバンクのちょっと奥側のカフェ群があるんですけども、こんな感じでございます。まあ、僕がね、結構ここのその芝生で夕日を見たりするのが好きなので、ちょっとここね、見てみましょうか。はい、はい、ジェティにチェックアウトしましょうか。そこにしよう。どこへ？ここでいい？来ました、チャイラテと。これは何でしたっけ？カプチーノです。カプチーノでございます。いつもフラットホワイト飲んでるけど。あ、そうなんだ。今日はカプチーノです。うまいのかな。うん、美味しい。チャイラテ美味しいわ、やっぱり。この器もめっちゃおしゃれ。これでもいくらなのかわかんない。確かに、なんかメニュー載ってなかった。そうだよね、メニューになんか何も書いてない飲み物。やっぱね、さすらい坊主一押しの都市はブリスベンでございますのでぜひ皆さんブリスベンにね、お越しください。サウスバンクまで来てね。サウスバンク何がいいかっていうと、もう川が目の前にあって静かなんですよね。車もここ通ってないので、すごいいい雰囲気の中、お茶とかディナーを楽しめると思います。なんでね、ぜひ来てください。店の名前はここジェッティって言います。ジェッティ。ブリスベンにこれからいる？これからいる。まあ、ブリスベンのね、情報とか可愛い感じの写真をね、ゆうきちゃん載せてるので、まだこれから多分5ヶ月ぐらいオーストラリアにいると思うので、ゆうきちゃんのインスタグラム載せてます。載せますので、インスタフォローしてあげてください。これではさようなら。チャオチャオ。